でもすごいです。じゃあどうですか。どうも、けいすけです。で、カメラ撮ってくれてるのは、どうもことです。はい。で、今日は、壁紙貼るんだよね。うん。はい。で、ですね、こちら、普段は僕の YouTube の背景とかじゃないんだけど、デスク側、この壁をちょっとね、モダンな感じに変えたいなと思って、壁紙を購入しました。はーい。はい。で、今日は、賃貸でもできる壁紙。で、一応ね、なんでこれね、壁紙貼り替えたいかっていうと、もうちょっと、見て。これちょっとさ、わかる？この感じ、茶色いというかさ、うんね、あるよね。ちょっとポツポツしてるところが色が違うんだよね。そうそうそう、だからこの感じをちょっとね、変えたくて今回は、変更していきます。はいはい。で、壁紙何色に変更するかというと、ここにね、持ってる、はい、これ壁紙、ちょっと深緑の壁紙にしたいと思います。で、これはラッシュっていうところの、壁紙で、これクリエイティブの裏側のタカさんが使った壁紙と多分一緒、はい、です。ということで貼っていきましょう。しょ、で、一応買ったものをご紹介しておくと、あれ、このやつなんか、はい、こちらね、なんかね、売ってんだよね、賃貸 DIY 壁紙セットみたいな売ってんのよ。へー、そうなんだ。そう、で、こういうのがあって、まあ、こういうヘラとか、あとこれ、あれだね、塗る用の、糊塗る用の、うん、ローラー、ローラーとか、あとハケ、カッターとか、まあこれはハケだね、とか、こうぐるぐるする用のローラーとか、こういうのが全然あります。うん、はい、っていう感じで、まずファーストステップとしてこちら、糊作りました。大変だった。大変だったね、これね、溶かしすぎたから、どう考えても少量ずつ溶かすとダマにならずに済みます。ちょっと僕ダマになってるね、でもだいぶなくなった方だよね、これ、うん、このね、スーパーフレスコイージーっていうのがあるんだけど、これはさっきのについてんだけど、これがあると、これだと賃貸でも貼っても後で剥がせるという感じになってるんで、おすすめです。では片付けましょう。はい、ということでやっていきます。で、ちょっと見にくいので、こっちからやっていく、こっちからやっていきます。で、やり方としては、俺とりあえずこれがね、邪魔なんだけど、うん、これから下をまず貼ります、うん、ので、糊をまずローラーでべちゃべちゃにくっつけます、塗ります。あ、壁に先に塗る。そう、壁に先に塗る。で、ちょっともうすぐこれを、すぐっていうか、まあ別に時間経ってもいいんだけど、これをこう貼っていきます、うん、で、適当な長さに切ります。で、微調整していくみたいな感じ。うん、なんか糊が、今回のこのフレスコイージーって糊はなんか割と時間が経っても微調整できるようになって、だからなんかね、便利らしい。うん、結構ゆるい感じだもんね。そう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 。で、一応床に気持ちの段ボールが引いといた。つうことで、じゃあやっていい？うん、いきまーす。はい。これ、やっぱね、ビタビタに落ちるから、うん、薄くやってった方が良さそうだね。いや、でもね、ビタビタにやった方がいいよし、結構ビタビタじゃないとくっつかないって話を聞いてて、うん、そう、なんか勢いよくやるとなんか全部飛び散りそうだなっていう。確かにね。で、この壁紙をやって、こっからおー貼っていく。結構でもね、しっかり塗らないとくっつかないかも。そうだね。うん、はい、結構べっとりといきました。で、ちょっとはみ出すぐらいに出しといた後で切るのが多分いいので、うんうん、よいしょ、ちょっとはみ出すぐらいの感じで貼っていきます。あ、いけそう。色綺麗だね。色綺麗だね。一旦このハケ、うん、で、外に空気を逃がしていきます。こんな感じで、
黒っぽい。黒っぽい、うん、その波形が。で、なんか後でこう微調整はできるから、うん、結構大雑把にやっちゃっていいって。こんな感じで砂も大体 OK です。綺麗だね。そしたら、よいしょ、はい、こういうものがあるので、あ、切ってるんだ。そう。おお、まあまあまあ。で、こうやって少し上にもできるんだよ。よいしょ。どうですか？いいね。いいよね。どう？うん、いい。はい、こちらは完成ですかね。はい、こんな感じです。で、次の面、はい、次の面に言葉塗っております。アイドル分はかけてみるわ。ノリ、うん、いい感じ。うん、続き上もやるね。はい、よいしょ。こんな感じで結構やっぱビタビタにね塗るのが大事ですね。で、さっきからやってる通り下にもはみ出すぐらいで貼ります。大雑把に。で、こう一回仮で貼ってからこう場所を調節できるからこんな感じ。ケイスケの動画、はい、ということで、こんな感じでだいぶ仕上がってます。はい、じゃんと、はい、こんな感じになりました。ちょっとね、まだここら辺終わってないんだけども、一応全体こんな感じです。で、まあよくね、近づいて見てみるとこの辺とか荒いんだけど、まあ遠くから見るとほぼわかんないんでいいかなっていう。ちょっと浮いてんな。はい、そういう感じです。大丈夫かな、今。はい、っていう感じでやったので、一回ここにね、棚を戻して、で、こっち側の壁もやっていきたいと思います。レッツゴー！ ゴー！はい、ってことで、ここにね貼ってくんだけど、これ邪魔だよね。うん、だからこれだけ外して後で壁紙の時にもう一回つけるみたいな感じで。 OK。 あとマステはマジでしといてよかった。そうだね。Zero sum game. We try to talk as friends. Will the struggle end? 筋トレっぽい。あ、ダメだ。これ待って。どうしようかな。なんかもうちょい高いのないから。どうですか？完璧です。完璧ですか？どう？本当にいいんじゃない？うん、おう、いや、いいじゃん。トゥルルン、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 トゥルルン
はい、匠の話を聞いてみましょう。あ、そうなんですね。ということで、はい、今回 DIY をしてみましたが、いかがでしたか？いや、あのね、まあ大変だったかと言われれば大変でした。うん、はい。何時からやったんだっけ？1時半。1時半。はい、からやって、今日が、あ、今日じゃない、今が17時5分。ちょっと。ピッと重なない。はい、でもまあ、大体わかりました。はい、17時5分。なので、2時間半。うん。合ってる？違う、3時間半。13、14、15、16、うん、3時間半か。かかってます。なんで、結構疲れました。はい。で、やっぱり難しかったのが、この継ぎ目の、境目の部分、うん、結構やっぱヨレッとなっちゃいそうだから、ここをしっかりこう折り込むのが難しかったのと、やっぱあれだね、上の室外機の部分、室外機じゃないや、エアコンの部分はとても難しかったですが、結構綺麗にこの辺とか細かい部分もいけた感じがします。はい。で、作業としてはめちゃくちゃ単純で、糊作って、糊塗って上から貼って空気抜いてっていうだけの作業だから、そんなに難しくは多分ない。で、俺らみたいにここの梁、さっきも多分話したけど梁っていうのかな、あれがなければもっと簡単にできると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。で、ちなみに僕ね、ここの面どんぐらいか、どんぐらいの大きさかわかんないけど、この面で2本、ぴったり2本処理しました。多分10メートルとか。あっち側にもね、もう1面あるよね。あ、そうそう、その辺はあるけど、うん、はい、ぴったり2本、うん、10メートル分を2本処理して、3本買っておいたんですけど、まあ1本余ったっていう感じになります。はい、仕上がりはいかがですか、自分で。仕上がりは100点満点中120点。いや、でも相当良くない？いや、めちゃめちゃおしゃれだよ。めちゃめちゃおしゃれだよね。うん、なんかさ、テーブルのこの赤茶色とこの緑がすごく合う。あ、そうだよね。うん、いや、だいぶ綺麗にできたし、なんか継ぎ目とかもほとんど気にならない。うん、まあ、乾いてきたらもしかしたらちょっと見えるようになってくるのかもしれないけど、うん、まあ、今のところ全然気にならないし、なんか、遠目から見たら全くもうゼロっていうほど気にならないんで、かなり、っていうか、もう100満足です。はい、よかったです。と、はいうことで、一応ね、概要欄にいろいろ、これね、ラッシュっていうのを使った、ラッシュの壁紙もそうだし、壁紙に使った道具とかね、その辺も貼っておきますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくれると嬉しいなと思います。はい、ということで、OK かな。うん。はい、ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。見てくれてありがとうございました。どうもありがとう。ありがとう。はい。今日の動画がいいと思ってくれた方は、高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、ツイッター、インスタグラムとかやっておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ、はい、後日になりました。で、ちょっとね、何日か後、だいたい今1週間ぐらいかな、経ってるんですけども、まあ近づいたらわかるかもしれないけども、まあ遠目で見ると全然わかんないよみたいな形になりました。で、むしろここね、ここら辺とか重ねてあるんですけども、なんかぴったり貼ったとこよりもちょっと重ねたところの方がなんか綺麗に見えるかもしんない、てか目立たないような気がする。むしろね、ぴったり貼るとちょっとだけね、やっぱね、間の白いのとか見えてきやすくなるんで、もしかしたらちょっとずつ重ねてやるのが良いのかなと思いました。ぜひ参考にしてみてください。